皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちは DIY したハイエース、スイちゃんともにキャンプや車中泊をしながら日本一周をしている夫婦です。はい、下道旅第2弾になります。おめでとうございます。おめでとうございます。僕たちは北海道旅を終えて、はい、次の地に今日から向かいたいと思います。はい、現在私たちは青森県におります。ここからどこに移動するのかというのをまず発表したいと思います。はい、今回向かう最終目的地はドゥルードゥン。ここでクイズです。ドゥンだったら、はい、なぞなぞ出します。はい、日本で山がない県といったらどこでしょうか。うーん、山がない県、いや、よく多分そのアニメとかでさ、何かなっていうやつ、それ正解は山梨県です。この度山梨県まで移動します。まあ、理由はいろいろとありますが、それはまあまた道中にお話したいと思います。うん、もうすでに前日のうちに青森の大間から3時間ほどかけて八戸市の方まで移動してきました。うん、これから約800キロ移動していきたいと思います。はい、宮崎から北海道みたいな2200キロほどないので、それよりも全然少なく感じるんですけど、まあ、今回は3日間かけて山梨県の方まで移動したいと思います。はい、チェックポイントをいくつか設けて、昼を食べるところだとか、まあ、ちょっとした観光地だったりとかを立ち寄りながらゆっくり進んでいきたいと思います。はい、本日のチェックポイント地ご説明いたします。現在いるのが蕪島神社におりまして、そこから岩手県の盛岡市で盛岡冷麺をいただきます。はい、そしてそこから宮城県まで移動します。牛タンを夜ご飯に食べて、今日の最終目的地は道の駅角田という道の駅で車中泊をさせていただきます。ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回もよろしくお願いします。これでもうバッチリ。回がめっちゃ慣れてる。お願いします。この慣れ方反則でしょ、絶対慣れすぎ。現在時刻9時16分です。これからぴょんぴょん屋稲荷町本店まで121キロ、まず2時間44分移動したいと思います。こちらの神社は商売繁盛とかそういったところにご加護いただけるということだったので、蕪島神社は実は2015年に火災で一度焼けてしまったらしいんですけど、それから4年かけて市民の手だったりいろんな人の手を借りて体験したということらしいです。すごく立派な神社だけど、本日の総移動距離は約350キロになってます。最終日3日目があんまり移動しなくて済むように今回移動するけど、どうなんでしょう。安全運転で参りましょう。今回なんで山梨県に行くのかと言いますと、東北に関しては夏戻ってこようということで、お祭りとかも今回行けなくて、ねぶた祭りとか長岡花火とか、その他東北を回るとなると結構期間がいる。で、私たちの車が四駆じゃなくて、スタッドレスにもまだ履き替えてない状態で、これから2ヶ月近くとか回るとなると危険だね。自分たちはキャンプをするのが好きなので、まあ、キャンプといえば山梨県の流れで静岡とかもとっぱらにも行けるし、そういった風な考えで今回山梨県選択しました。まだ寒くなる前だしちょうどいいのかなと思ってるので、もしでもゆるキャンの聖地に回れたらいいなと思ってます。そうそうそう、だから東北はまた来年の夏あたりに戻ってきたいなと思っております。イエス、スイちゃんは四駆じゃなくって今普通の標準ノーマルタイヤを使ってるので、旧自宅で、服とかも今がっつり夏服しか持ってきてないから、うん、一旦宮崎県に帰ろうと思ってて、宮崎に向かって少しずつ南下していこうかなという考えです。でキャンプを楽しみに行きたいと思います。はい、秋だからね、もうキャンプシーズンですから。あ、コンビニあった。富士カフェインもゲットしまして、うん、よかったね。ポイフルも買ってあげたよ、君の大好きに。ありがとう。やっぱカンナポイフル大好きとか
の話って言ったらこういうふるしかないですかね。そうだよね、うん、ありがとう。いいお気遣い。時間30分、ちょうど12時ぐらいに着く予定だから並んでる可能性はあるよね、よ、うん、森岡ウェーブ。森岡ウェーブ。岩手県に入りました。14分岩手県軽い米の町に入りました。なんて読むだろう、なんて読むと思う。軽米町。そんな特殊かな、そんなに特殊なの。ドゥドゥーンドゥーン、久々に聞いたな。正解はカルマイ町です。カルマイ町。そんなにいじってないから。普通軽米町か。カルマイ、米が関係してるんでしょうかね。そうなんでしょうか。海側本当は行きたかったんだけど、海側のルートじゃなくて、まあ、結構遠回りになっちゃう。そうそうそう、うちの栄えてるところを行く、中心部に行くから、どうしてもね、うん、山の方になっちゃう。 それが残念なんです。今回でも栗とかが落ちてて秋めいてきてるねっていうのが分かる。分かるね。ガソリンが安かったのでやってまいりました。岩手県二戸市のガソリンスタンド、うん、リター140円で入れられます。現在時刻10時半です。残り1時間45分で着く予定。盛岡まで80キロ、仙台までは263キロ。すごい数でね。まあ一時はガソリン入れなくていいから安心です。安心。そういうところで見つけて入れないと、今はもうどこも高いから。うん、県の一の辺町に入ったんですが、八の辺とか六の辺、先二の辺やったけど、なんでそんな名前がある。青森県に5つ、岩手県に3つあるみたいなんですけれども、その由来は馬屋の辺という意味で、群馬とかの生産地で区画に分けて管理していたっていう名残があるということです。九の辺もある。九もあるの。上見たら、あ、本当だ、九の辺もあるんだね。じゃあ全部1234って全てあるわけじゃないのか。かもしれない、うん、江戸時代に南部藩、盛岡藩の領地で、そのうち馬を貢ぐための行政組織だったと、うん、ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございます。 Google さん、いつもありがとう。いつもありがとう Google。 盛岡市内の方に入っております。どうですか、調子は。運転のですか。はい、運転はもう余裕です。と4キロ10分ほどで着く予定ですが、だいぶお腹が空いてまいりまして、電気がなくなってきていたところで、うん、お腹減るというか、時まで平成ポップで楽しく運転しておりました。はい、あともう少しです。はい、さあ見えてきましたよ。ぴょんぴょん、やぴょんぴょん、わー多い、いっぱいですね。やっぱり多い。12時14分到着いたしました。12時15分到着いたしました、はい、お疲れ様でした。ここまで、うん、よく混ぜて食べてください。ずっしりめっちゃ。そう、辛さは中辛。スイカが入ってるというね。スイカが入ってる、もうちょうどいい辛さ、あっさり。うんうんうん、これは美味しい皮だな。めっちゃもちもち、トロトロ、弾力すごい。まあ、冷たい、辛さはちょうどいい、うん、麺がうまい。味は難しい。なんて言えばいいんだろうね。いや、麺を食べて、麺をマジで。うまいよね。うん。うまいよね。麺がうまい。スッて入ってくるし、もちもちしてる。わあ、盛岡冷麺美味しい。スープはね、別に酸っぱいわけでもないし、全然辛くない。中辛だったら全然。あっさり、美味しい。やっぱり味が、うん、少ないし。でもこれ、焼肉食べたくなる。一旦食べられてよかった。人は多いけど、席数もいっぱいある。ゆっくり食べられていい。というか甘い。うん、合う、意外と。
あとはチェックポイント1個目は成功でした、うん。ごちそうさまでした。スープも飲み切れるぐらい美味しかったです。13時2分ぴょんぴょん屋を出ました。とても美味しかった冷麺が、うん、だから244キロ宮城県の仙台の方に向かっていきたいと思います。宮城の仙台の牛タン和歌っていうところに行きたいんですけど、りょうくんチョイスのね、うん、牛タン、まあ、5時からまた来るらしいんだけど並ぶと思うので、うん、5時過ぎぐらいに着く予定なんだけどどうかなっていうところでちょっと海沿いを通っていこうかなと思うので、そうね、予定よりも20分ぐらい遅れていくような感じにはなるんだけど、今からは一旦海に運転してもらってまた途中から自分が運転したいと思っています。で終わった後はね、りょうくんは絶対に眠くなるんです。もう絶対 100% 眠くなるから。自分は眠くならないと言い切れるのか。僕は眠くなりません。その生理現象を舐めたらあかん、舐めたらあかん、これ舐めて。私の方が一旦運転をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。任せなさい。何これ、乗れよ、ついてこいよベイビー。ベイビーはお前だろベイビー。人をベイビー扱いするなベイビー。1回ぐらいは安定したっけ。したよ。しかも3時って思ってたからすごくない。ぴったり3時にファミマがあったんだよ、うん、じゃあ2時間20分よね、あと、うん、さあ牛タンのためにラストスパパートお願いします。なんて言った？現在時刻が3時8分です。全然ね、いつになったら海出てくるのって思いながら運転してるんだけど全然海出てこないんだけど。出てこない、ね、本当にこれ海出てくるのかな。なかなかの山道でした。もう山道大丈夫だね。だって山のカムイだから大丈夫だよ。なんで笑ってんの。変わってないよそれは。忘れてた、そうやって言ってたの。そうやって言ってたのとか言う。自称山のカムイ。この辺を通っていると岩盤で出てきますけど津波の浸水被害があったっていう、ここまで被害があったっていう看板がちょこちょこあります。偶然高田市気仙沼市の方を今回は通っていくルートで行きたいと思います。仙台まではあと151キロです。宮城県気仙沼市に入りました。三陸道を今走っております。現在時刻4時49分でございます。着まであと1時間半はかかるんですけども、お腹空いちゃった。うん、俺ももう集中力が切れてきて。ダメだよ、集中して。目の景色と秋めいてきたこの景色と空と素敵だなと思って、ね、君の方が綺麗だよ。うん、俺のセリフだった。5時に開店するんですよね。持ち帰りにするってもありかなって思って。いいと思うよ、どっちでも。どっちがいい？売り切れるってことはないと思うから、私はお店で食べてもいいかなって思うんだけど。きつくなったら言ってくれよ。きつい。じゃあ変わろう。絶対に嫌だ。聞け、嬉しいお知らせです。聞いてた、電話で。皆さん聞いてください。嬉しいお知らせがあります。私たちにとって。牛タン屋さんに電話したところ、本来5時からっていう風にネットでは書いてあったんですが、6時からオープンってことで、6時から8時半ラストオーダーになってるってことだったので、まあ、6時くらいには着けるかなと思ってます。駐車場はお店の前に3台分。で、他にケンタッキーがあるから、そこの駐車場にも止めても大丈夫っていう風に確認取れましたので、はい、中で。高級牛タン
いただくようしたいと思います。はい、運転あとちょっと頑張ります。54キロ。嬉しくなったんでしょう。やる気が出てきた。味噌煮込み牛タンいただきます。これだけで。やわらか、しっかり味が染みてて、うわ肉肉しい、うん、めっちゃうま。牛タンのコリ感はなくてしっかり煮込んであるから味が染みたお肉です。こちらが厚切り牛タン3枚切り、6つにスライスされて、これが麦ご飯やろ、これが味噌漬け、とろろ、ヘールスープ、お肉も入ってます。すごい上品な牛タン。いただきます。いただきます。これを食べたかったんだ。プルプルのこれ、そうですか。肉厚の牛タンにタンならではの食感、この塩コショウとの味付けが絶妙というか超大事に食べたい。この牛骨スープめっちゃ美味しい。ヘルス、あっさりしてる、うん、しっかりお出汁が出てます。うん、柔らかい。まだ、うん、肉厚、また絶妙なんだよ、うん、柔らかさが。もうしっかり香ばしい匂いがする。網で焼かれてるよね、しっかり。これこう本当に分厚いよね、一、うん、枚が。ボディがあると運転頑張れる、うん、こういうすんなり入れちゃうね、うんうん、がいい日だった。そしてめっちゃ美味しい両方、うん、2人ともすごいご飯代わりしました。なんかやっぱお店じゃなくて上品なお店とか、女性だけでも人で連れて、あの一緒に来るのも全然良さそうだよね。ごちそうさまでした。美味しかったです。めっちゃ美味しかった。もう寝たい。この幸せのまま寝たい。当たっちゃった。牛タンワカ行ってまいりまして、美味しかったです。もう最高に満足しました。めっちゃお腹いっぱいになった。ご飯2回おかわりして、うん、煮込み並を食べて、もうめっちゃお腹いっぱいになった。店の方に聞いたところ、うん、昼間の方が土日は多いらしくて、夜だったらこれぐらいの人数で、ああそうなんだ、食べられるっていうことだったので、昼時が一番多いっていうところだけ頭に入れていただけたらいいかなと思います。駐車場もあるし、本当に美味しかった。夜だからかすごくゆったりね、うん、食べられるし、そんなに入ってこない分、うん、あんまりこう慌てて食べる必要もなくて、ゆっくり噛み締めながら食べられるから、うん、すごく良かったです。ラッキーなことに LINE500 円クーポンが当たりまして500円引きでりょうくんが当たって、私は抽選外れちゃったんだけど、お得に食べることができました。嬉しいです。この後ですが、ちょっと仙台の様子を見たいので、仙台駅をあえて通って、うん、今日の道の駅の最終目的地に向かいたいと思います。温泉はここら辺周辺だとちょっと高くて、今日が日曜日ってこともあって、また日曜日だと料金が上がるところもあったので、もう快活クラブもたくさんあるし、うん、今日は快活で汗を流したいと思います。はい。辺が仙台駅周辺。ただいま時刻7時34分です。あーやっぱ街だね。めっちゃ街。宮崎ナンバーがうまく宮城ナンバーに隠れている。紛れられてないよ、そもそも見た目が全然宮城じゃないんだから。このナンバーなんか可愛いよ。宮崎。
宮城の皆さんは宮崎知ってます？宮は一緒ですけれども、仙台がやっぱ福岡ぐらいあるって聞いてたけど、そのぐらいはあると思う。ある、全然あるよ、うん、全然あるでしょ。これ仙台駅です。おー、仙台駅、おー、でっけえ、よっ、でっけえね、でっけえ。これ何、すごいバスターミナルが入ってんや。うわ、でかっ。すごい、駅すごかったよ。めっちゃでかかった。通ってよかったやろ。通ってよかった。イメージができたって。ずっと今日山しか見てなかったから、なんかすごいキラキラ感じる、うん、でかい。それじゃないわ。1時46分快活クラブに到着です。現在時刻8時半です。30分で行けた。うん、行けたね。これから道の駅角田まで行こうと思うんですが、37キロ57分かかるそうなので、1時間ほど走って9時半到着予定です。綺麗そうな道の駅ですね。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は54分です。運転お疲れ様でした。お疲れ、お疲れ様だ。21時25分道の駅角田に到着いたしました。ここが最終目的地です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事ちゃんと目的地まで到着できました。ただいま時刻10時7分です。はい、415キロ、9時間近く結局運転したことになりました。うん、結構運転したね。そんなに運転した。うん、移動中心になったわけなんですけど、美味しいものはしっかり食べられましたし、しっかり汗も流せましたので自分たち的には満足です。暑いので扇風機をかけながら今日は寝たいと思います。はい、明日は今日より少ない距離で走ろうと思いますので、少しゆっくりめに移動していきたいなというふうに思ってます。乗るところもあるから、うん、まあ、その分プラスしたら一緒ぐらいになるかもしれないけど、まあ、距離的には短い予定で行きたいと思います。うん、明日も頑張りましょう。はい、大移動1日目終了となります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんもおやすみなさい。ということで今回の動画はここまでです。私たちの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。おやすみなさい。おやすみなさい。傾いてくる。ああ、やばい、溶け始めた。メゴ姫、俺の嫁になれ。わらわはメゴ姫、私は誰のものにもならない。海の山の技術が、やっぱ山のカムイ。そうなんですよ。あなた、トトロっていうのね。ちょっと似てる。発音似てる。境遇の人がみんなだと思うでしょ。いつもそうだ。聞かれの時道の駅に泊まってる人みんなも聞かれに行くんだと思って見てたから。